ジョナサム・ウェル・シングルトンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍、レイクウッド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB ヒューストン・アストロズ参加所属。高校卒業後は、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校への進学を予定していたが、2009年の MLB ドラフト8巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、20万ドルの契約金で入団した。 プロ2年目の2010年に A 級、レイクウッド、ブルークローズで打率。290.14本塁打、77打点、オプス873を記録して評価を上げ、オフにはベースボールアメリカの有望株ランキングにおいてフィリーズ内部で2位、全体で39位に入った。2011年7月29日にハンター・ペンストのトレードでジャレット・コザート、 ジョシュ・ゼイド、ドミンゴ・サンタナと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2012年は、オールスター・フューチャーズゲームに出場し、4打数3アンダー1打点の活躍を見せた。この年は、A 級コーパス・クリスティフックスでフルシーズンプレーし、打率、284.21本塁打、79打点、オプス、893をマークした。 オフには mlb.com から一類種のナンバーワン、有望株に認定され、ベースボールアメリカのランキングも、前年度の全体34位から27位に上昇した。2013年1月9日、マリファナに2度目の陽性反応を示し、開幕から50試合の出場停止処分を課されることになった。10月2日に、アストロズとメジャー契約を結び、40人枠医療。 果たした。2014年は、トリプル A 級オクラホマシティレッドホークスで開幕を迎え、6月2日にメジャーへ昇格。同日に、総額1000万ドル出来高3000万ドルの5年契約に合意した。6月3日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦で、メジャーデビュー。6番、一類種として、先発起用され、8回に、メジャー初安打となる本塁打を記録。 この日は3打数1アンダ2打点1死球に三振だった。メジャーデビューイヤーは95試合の出場で13本塁打を放ちパワーヒッターの片鱗を見せた。一方、打率は168という定率に終わり試合数を大幅に超える134三振を量産し課題となる点もあった。前年には長距離砲の返輪を見せたが二千十五年は 出番自体が急激に減り、トリプル A 級フレーズのグリズリーズで、プレイが重だった。メジャーでは19試合に出場しただけで、バッティング面では打率19、191.1本塁が、6打点という低レベルな打撃成績に終わった。守備では14試合で、ファーストの守りにつき、守備率、991DRS から1はいずれも前年より改善させた。 2016年はメジャーでプレーする機会はなく、トリプル A 級フレーズのデプレー。124試合の出場で20本塁打を放ったが、打率20、202.124三振と、前年まではマイナーでは、250以上あったミート面で劣化傾向を示した。ちなみに同年、マイナー通算100本塁打を達成。守備面では、ファーストの63試合で6失策。 守備率989を記録したほか7試合で左翼手としても守りについたオフの11月19日に40人枠外となった2017年は AA 級コーパスクリスティでプレーかつてはアストロズの次世代の主軸候補と言われていた平均以上のパワーと内角外角のいずれも裁くことができるシュアなスイングが持ち味三振率が 若干高めなのが課題であるが、支給率の高さで補っている。だが、2014年シーズンは95試合で13、本塁打を放ち、持ち前のパワーを発揮した一方で打率16、168.134三振を生産し、ミート面での圧倒的な力不足が露呈した。フィリーズ参加に在籍中は、ライアン・ハワードとのポジションの衝突を避けるため、左翼を守ることも多かったが、 アストロズ遺跡後はほぼ一塁専門に戻っている。一塁守備は守備範囲とクラブ裁きともに評価が高い。人間性に問題を抱えると見られており、2012年のシーズンオフに大麻検査で引っかかり50試合の出場停止処分を受けた。しかも、その処分中に練習を怠り、大幅に体重を増加させてしまった。ありがとうございます。